来月に開催される山形花笠祭りを盛り上げようと、山形市の神社に手作りの花笠が飾り付けられました。学生の皆さんが子どもたちと一緒に作った花笠がずらりと並びます。色とりどりの手形や立体的な折り紙など個性的なものばかり。お祭りムードをさらに盛り上げます。花笠が飾り付けられたのは、山形市十日町の歌掛稲荷神社です。東北芸術工科大学の学生が市内の園児とともに制作しました。この取り組みは東北芸術工科大学企画構想学科の学生が行う願い花笠プロジェクトの一環で、花笠文化の継承や地域活性化が目的です。願いを込めて飾らせていただいているので、新しく花笠っていうものが皆さんの願いを込めれるものっていうものになったらいいなって思ってます。子どもたちの個性はもちろん、使ってる折り紙の形や色、使ってる絵の具の色だったり、本当に楽しめると思うので、違いを楽しんでいただけたら嬉しいと思います。花笠は山形駅や七日町御殿堰などにも飾られ、来月18日まで楽しめます。